ゲイリー・ロバート・バーナム・ジュニアは、アメリカ合衆国コネチカット州出身の、元プロ野球選手。1997年の MLB ドラフト22巡目で、フィラデルフィア・フィリーズに入団。以後は、フィリーズ参加のマイナーリーグや独立リーグなどでプレーしたが、メジャーリーグでの出場はなかった。2008年は、中華職業棒玉大連盟のラニューベアーズでプレーし、70試合に出場。 打率、323、10本塁打、56打点の成績を記録した。2009年1月16日にチェイスランビンと共に、千葉ロッテマリーンズと契約を結んだ。登録名は、バーナムジュニア。スコアボード表記は、バーナムジュニア。開幕当初は好調で4月終了時点では、打率が4割台であったが徐々に調子を落とし、福浦和也の復調もあって、 出番が減少し最終的には打率。218、4本類が22打点に終わってしまったが、代打での打率は3割を超えていた。10月7日、球団から翌シーズンの契約を更新しない旨を通知された。2010年は、イタリア野球リーグセリエへのベースボールコードでプレイし、同年限りで現役引退。東京出身のポビー・バレンタインを尊敬しており、 日本入りした際にはバレンタインの肖像画を描いて持ってきた。このことからもわかるように油絵を趣味としており、これにあやかってファンが描いたバーナムジュニアのイラストを自身が採点するバーナム画伯の似顔絵講座というファンイベントも開催されていた。ロッテ時代の応援歌はラニューで使用されていたものを流用していた。ありがとうございます。